算数問題、意外と答えられない基礎問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。4の立方は何でしょう。では解説をします。立方とは同じ数を3回かける、つまり3乗のことです。よって本題は上のようになり、64が正解となります。ところで体積の単位である立方メートルについて、なぜ3乗がつくのかについて説明します。例えば上のような直方体の体積は縦かけ横かけ高さで求められるので、上のように3つの数をかけますが、メートルも3回かけることになるので、上のようになり、メートルが3乗になります。おまけ問題です。ルート16の平方は何でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。